はい、今日は新潟に来ています。新潟のセブンイレブン、どこでしょう、ここは。ここがね、道の駅マリンドリームノウっていう場所で、ベニズワイガニの直売店が有名で、今日はカニを食べたいと思います。まぶしい、バイバイ。あら、かわいい。お土産屋さんもあるんや、セブン。ほんまや、すごいね。なんとか丸っていう店の名前はね、うん、あの船の名前なの。あ、だから何丸が取ってきたカニの店ですよっていう、うん、どれが美味しいんやろ。全然わからんな。ちょっと一通り見てこようか。うん、向こう側は貝なんか。そうやね、貝とかカニ以外。ホタテご飯と大量のカニ。やばいね、この量。これでいくらですか。これでちょっと開けてもらって、うん、税込み2200円。うん、やばすぎる。すごいね、こんなに安く食べる。カニ味噌もめっちゃたっぷり、おいしそう。一本一本が太いな。太い、太いだね。いや、うまそう。いろんな店あってちょっと困ったね。ちょっと呼び込みがすごいな。うん、負けてあげるよーの。そう、ここでこうやって海見ながら食べれるんやけど、ちょっと寒いね。寒いね、ちょっと中行くか。うん、結局ここで食べます。なんてとこ。カニ、ここ。うん、カニ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 館。カニカニ館で食べます。誰から行く？どうする？この繋がってる本体から行く？うん、本体の分厚いやつから。うん、もうその前に片手でご飯、あったかいうちに食べよう。うん、お、身たっぷり詰まってる。どうやってカットするんかな、こんなんで。わからない。うん、あと、うん、うまっ。うまい？うん、熱い。熱い？いただきます。うん、うん、そう、身がね、パンパンに詰まってる。うまっ、うん、うまっ。1人1000円ってやばくない？やばいね、この量でね。うん、うん、うまっ。うまいよね。ホタテの他にアサリご飯とカニご飯もあったよね。うん、お腹空いとったらね、まだ食べたいね。うん、もう結構膨れそう、これだけで。うん、カニグラタンとかめっちゃ美味しそうじゃなかった？うまそうやった、カニクリームグラタン、ね。こんなとこがあったとは知らなかった。たまたま泊まった道の駅がこんな場所だったからな、うん、行きたいなと思って調べたらここやんってね。うん、びっくりした。もうおるやん。うん、ちょっとインスタ用。カニ味噌食べた？まだちょっと。はい、あんた細い場所しか食べてなくね。まだ、うん、細い場所食べよう。どれだか、どれ食べる？こいつ食べるか。うん、カットして取られ。うん、あ、これは喋る。うん、カットしたよ。うん、太い方から口くわえるよ。うん、1000円だ。めっちゃ残っとるやん。1つも1000円だ。これ失敗や。割ったら切ろう。うん、こんな感じで、ほら。あー、食べなはれや。食べていいわ。うん、じゃあなおかで。うん、ありがとう。待って、うますぎる。うまいよな、マジでね。優しいね。優しいね。ほら、見て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 。待て待て待て、今だけ近くね。うわ、
ほら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 。やば。それはうまい。まあ、一口でね。うん。贅沢。うん。うまマジでこれ。もしもらそう。これこの辺のこのさ腕って8本あるやん。手前一番上の方の腕太い腕が今の感じだった。めっちゃ多くない？やばいね。ちょっとさ、動画撮ってくれん？この手元。いやいやこれ引っ張ってくれん？ゆっくり。ここ？待ってね。うわぁ、これ食べられん。マジで？うん。いいか？うん。めっちゃやった。でかすぎる。うん。ありがとう。うわぁ。一口で、一口で。で、こねく。うん。うん、ほくろ、ほくろついてある。でもこれね、カニビルって言うんぜ。え？カニビル。カニビル？ここにヒル入ってる。え？今も取ってあると思うけど、取れた時。でもこれが多いほど美味しい。え？カニビルだけのやつは美味しいんだから。へえ、知らんかった。ほくろ。めっちゃでかいね。うん。で、重たい。パンパンに詰まってるこれ多分。この本体だけで。カニ味噌ドバーなんじゃない？ドバー。うわ、うわ、味噌まみれ、うん、やば。